ムを。俺、ドーマンの時に、リハの最後のができなかったっていう、あの屈辱を乗り越えられますかね、今日はね。まあ、適性もあるんですけどね。この人は一緒か。首だけで育てた方がいい。それとも、配布だけどラーミアを育てた方がいいのか。わからない。こいつって、なんか回復してたような気がするんだよな、毎回。そこそこだからね。この人のタイミング、耐えた。アクトレアを投入するか。8人クエがあったからね、グレイナルもダークドレアも育成中だよ。あ、まだレベルはこの程度だけど、ね、でもおかげでね、この 8人クエがあるからね、まだね、やる気が出てきた。ありますよね。じゃないと5人で嫌になるからね。5人でいいじゃんって。で、あと、細かなあの、属性ごとのあの、イベントのやつめんどくせえからいいわってね、出ればね、本当に5人でいいからね。まあ、高難易度さえ捨てれれば、まあ、130が出てくるとね、2、3人ぐらい出てくる頃には、まあ、なんとかなるよ。この8人はね、本当に8人育てた方がいいですよ。まあ、ドーマの頃、ドラクエ3の頃は、よりは、若干レベル多少上がってるとは思うんだけど、
愛服を入れた方がいいんだろうけどね、もう一枚知らないけどね。また半周年か20年くらいにキャラを動員できればね。今はもう新キャラとか取れねえな、だろうなと思いながら。これ何ハードかなんかでこんなに苦戦してんのこれ。上上がってんな。ないでしょこれ。これは後でやればいいんじゃない？とりあえずクリアが一番大事。あれ？俺そのまんま4、なんかゾーマだったら4つぐらいなんか敵がいたけど、もうこのまんまの状態でただレベルだけ上がるのかな？ゾーマの敵がたどり着くまでになんかいたわ。たくさんいたわ。あ、もうそのまんまなんだ。やべえな、おい、強えぞ、これ。回復入れた方がいいんだろうかね、これ。ラーミアとか使えんのかな？